じゃあこんにちは、瀬豊さん、はい、今、ね、2軍で阪神の森下選手が、ね、練習打ち込んでるという状況なんですけれども、いろいろと2軍でも情報入ってきました。7日のプロ社会人交流試合日本生命戦では、ソロホームラン放ったと、はい、左越えに特大ということで、あ、これはいい兆しなんじゃないかなと思っていた矢先、7月9日2軍の試合に、クフ早手戦には欠場ということで、これに関して和田2軍監督が、ゲームに出ながらだとフォームのことは難しい、ちょっと時間を取ってやりますというふうに理由を説明したということで、日本生命戦ではホームランも打っていたんですけれども、まあそうだな、まあ形っていうことをね、はい、まあ直したいということなんだろうね。そのタイミングだったら試合に出た方がいいし、はい、まあ、形っていうのは相手がいなくて形をこう決めていった方がいいよね、うん、自分の形っていうのはどういうものなのかっていう、うん、首脳陣たちが求めてる形と、うん、森下が求めてる形というものをすり合わせていこうというふうには思ってるんじゃないのかな、うん、ただその形を、はい、じゃあ森下選手は果たして変えるのかというところで、まあ、何を強制しようとしてるのかなっていうのが、ああ、まあ、ちょっと問題だよね、うんうん、森下選手はいわゆるそのダウンスイングというか、そういう、まあ、縦振りというか、ね、うん、それを、まあ、岡田監督もなんとかちょっとこう矯正しようというふうにしてた、どうしたいのかね、レベルにしたいのかね、うん、いろんな打ち方があると思うんだけども、うん、この前ね、偶然に YouTube こう見てたら、はい、中央大福が出てきたんだよ。おで、それは森下とヤクルトに行って、うん、北村、はい、北村キャプテンでさ、はい、まあ、ゲージに入ってフリーバッティングやって、うん、まあ、楽しそうにやってたわ、はい、でその後に、まあ、大学生の女の子たちがこうインタビューをするんだけども、うん、どうですかみたいな、いや楽しいですみたいな、うん、その打ち方を見てて楽しいなと思うのはもう今の打ち方なんだよね。まさにそうなんですか、うん、いわゆるもうアッパーと言われてる、はい、まあ、それでやっぱボンボンいってるわけよ、うん、飛ばしてるわけ、それがやっぱレベルには変わらんと思うよ俺は。また変えたらいかんと思うよ、うん、だからその確率を上げればいいだけの話で、確率が上がってこない、まあ2年目だよね、まだそうです、はい、ちょっと焦りすぎな部分もあるんじゃないかっていうね。でもアッパーっていうか、あれをアッパーって言ったら相当数阪神の中ではアッパーな人間がたくさんいるよね、はい、まあ、例えば近本もそうだし中野もそう、まあ、大山が若干違って前川も違って里照もそう、はい、でそうなってくると、じゃあみんな直せるかっていうと、やっぱ結果が出てないから直さなきゃいけないだけでさ、もう結果出すしかないんだよね、はい、と俺は思うけどな、うん、その岡田監督の目にはあのスイングでどうしてもこう大きい、例えばホームラン性のものとかそういうものを狙いに行き過ぎなんじゃないか、だから例えばヒットだったりとか単打とかそういうものもできるようなフォームに変えたいとか、そういう願いなんですか。どうなんだろう今タミヤもそうだしさ、コンちゃんもそうでしょ、はい、でいろいろ相当数が縦振りをやってる中で、それをやっぱ禁止事項としてやられる森下はやっぱ辛いと思うよ、うん、そうですよね、うん、それでドラフト1位にかかってきてるわけだから、それを今さらこう振り方を変える変えないっていうのはすごく死活問題になってくるからね、これそれを森下が飲むかどうかだよ、うん、おそらく自分の中でも葛藤があるので、なかなかそっちにはいけない。ただ言う方もやっぱり言う方として責任があるからね、うん、どこまでやっぱ責任を取れるのか、取れないと思うよこれ、人の人生だから、はい、森下が頑固であってもいいとは思うし、うん、去年のフォームと今年のフォームって違ってるんですか。いや俺はタイミングだけの問題だと思うよ。 あとやっぱ攻められ方の問題、はい、やっぱり弱点を攻めてくるし、うん、まあ、1年間かけて弱点は丸裸になってるわけだし、それはもちろん強みもあるしね、うん、弱点を克服できてないのが一番の最大の原因だから、うん、そこをどういうふうに攻められた時に逃げるのか、うん、立ち向かうのか、まあ、そういった話し合いの方がいいような気がするよ。確かにフォームじゃなくてそこかもしれないですね、うん、と思うけどな、うん、自分でも弱点って分かるし、はい、向こうも弱点知ってるから弱点しか来ないと思ってるんだよね、うん、多分打席の中で、いやそうじゃなくて人間間違えるから、はい、打てるところをしっかり待っとくとか、うん、だからそっちの方が俺は手っ取り早いと思うんだよね、うん、俺は変える必要あるかなって、あれだけバットが振れる、力強く振れる、
そういう選手ってなかなかいないからさ、はい、俺は打てると思うけどね、うん、森下選手って攻められてるっていうのはどういうところを攻められてるんですか？いや、それはもうしっかりチャートを 見なきゃわからないし、インハイが一番苦手な部分だよね、うん、スイングの軌道からしても、はい、だからそこをもう確実にでも捨てるかさ、はい、消すか、うん、それともそこを一発勝負に行くのか、うん、まあ、それはもう自分が決めればいいだけの話でさ、はい、でも俺は弱点というのは打ちに立って打てないから弱点ってなってるから消した方がいいと思う、うん、だからストライクゾーンってこういうふうにある、だから全部が打てるかっていうと、はい、打てないよ、うん、そしたらどの部分を消しゃいいのかって、はい、だからストライクゾーンってこのぐらいしかないよみたいな、うん、こんな感じでもいいんだよ、でもこの中に入ってきたら全部振るとかさ、はい、まあ、そうした方がいいと思うけどな。そうですよね、うん、あとは今の森下選手のあのバッティングフォームで結果を出して打つっていうことにするにはどうすれば森下選手は納得させるにはいいんですかね、あの打撃フォームで率を残すには。その弱点を捨てるということ、はい、あとはもうミート力だよな、的確に、うん、来たボールに対して得意なところはもう絶対ファウルにしないとか、はい、まあ、そういうことなんだけど、まあ、したいと思ってしてるやつはいないと思うんだよ、うん、捉えたと思ってそれが全部ファウルになる、それが調子の悪さなんだろうけども、まあ、そこら辺で その集中力だとか、まあ、例えばインサイドがもう全然ダメだと、はい、もうそしたらもう外待っとくとかさ、うん、全部外だったら変化球でもまっすぐでも全部対応していくとか、うん、追い込まれるまではね、人間って間違えるからさ、はい、その間違えたボールを的確に捉える、もうそこの勝負をしてるわけだから、うん、それはね、四隅に来たらね、3割バッターなんか絶対生まれないよ、だからピッチャー持ってる方が有利なんだ、はい、でましてや今のそのピッチャーで150キロ以上投げて、うん、それをコースに狙ってくるのに、うん、それをね、3割ね、きっちり決めて通算で最近のボールを3割打てるバッターがいるかというとさ、それはなかなかいないよ、そうですよね、それは速くて角度があって、うん、ね、コントロールが良くてって、まあ、そうなってくると、まあ、高橋宏斗もそうだよな、はい、そんな簡単じゃないって、うん、確かにそうですね、いや本当に、そしたら一発が打てるバッターが間違って一発打てるっていう方が魅力はあるよ、今の野球の中ではね、はい、いやだから森下なんか一発の魅力っていうのがあるわけだから、うん、もっと自信持ってやればいいのになと思うけど、自信持ってんのかな、それおられるのかね、ポキッとでもあのここまでね、フォームまだ変えてないということは変えてないのかね、なんかあの岡田監督もまた戻ってるっていうふうに指導の後に話してたりもしてたので体に染み付いたものみたいのがあるのかもしれないですよね。いやいや、もう小さい時からああやって振ってきてるんだよ、うん、だから流行りでやった部分っていうのもあるかもわからないけども、うん、小さい時からこういうふうに打ってんだよ、うん、だからそう簡単にはね、治らないって。そうですよね、治ってすぐ打てないって。確かにそうですよね。だってあの形でずっと大学の時の、うん、見て、うん、YouTube あるからインタビュー受けてもうインタビュー受けて女の子2人に、うん、それも学生の、うん、なんか入れ替え戦した東洋大学の女の子がインタビューしてやってたけど、まあ、なかなかね、あの人間的にもうすごく明るい子だし、うん、また負けず嫌いだし、うんうんうん、だからそういう子だからこそもっとやる気にさせるとかさ、なんか違う方法ありますよね、きっと。いや俺はあのフォームでいいと思うよ、うんうんうん、いや俺は打てないと思えないもん、あのフォームで、結果が出ないと打てないじゃないかって言うかもわからないけども、あれをレベルにして打てるというふうには逆に思わない、うん、もう少し縦振りにした方がいいっていういやだからサトテルと一緒なんだよ、縦振りなのに体は横振りになってるっていう、うんうんうん、だから体が開いちゃうって、本来縦振りって体が開かないから縦振りって言われてるから、うん、だからもっと縦振りを強調しなきゃダメなんだ。俺はね、俺はどっちかって言ったらそういうタイプだ。誰かそういうコーチは、いやいや、だから俺が言ってることが全て正しくはないと思うんだけど、うんうん、やっぱ実際ね見て、はい、まあプロフェッショナルだから見てるのが、うん、だからそういうふうに感じるのかもわからないけども、うん、映像だけで見ててもっと
縦振りが強調される方が体が開かない、うん、開かないとバットのヘッドが生きてくるから、はい、もうちょっと打てるんじゃないかなっていうような気がするんだよね。そうですね。だからカリステに似てるんだって、なんか言ってましたよね。そうカリステに、ね、カリステが打てるでしょ、はいね、あれはやっぱポイント前に置いてるんだよ、うんうん、ね、本来縦振りは前に置かないんだけど、うん、森下の縦振りっていうのはポイントは前に置かなきゃ打てないから、あ、そうなんですね、うん、だって右肩で打ちに行こうとするから、ポイント前にした縦振りっていうことなんですね。そう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 、だから縦振りの中でもいろんな縦振りがあると思うんだよ。森下は体重移動をする縦振りだと思っとけ、うん、カリステを参考に。大谷は体重移動をしない縦振りなんだ。カリステ選手を参考に、いや、カリステは参考になると思うよ。で、森下もカリステを見ると自分を見てるようだっていうふうに多分思うはずだけどな。へー、そうなんですね、うん、でもどうしても森下選手だけがねバッティングフォームの改造と、ね、言われて、なかなかサトテル選手だったりとかね言われたりとかは、まあ、してるのかわからないですけれども、ね、今森下選手が集中的にフォーム改造になって、まあね、他の選手はみたいなのもあるんですけどね。これは打てると思うんだけどね、うん、打てないはずがないんだけどね。あれだけ振る力があっておそらく悩んでるんだよね。ですよね、まあ、いろんなことが重なって悩んでると思う、うん、それをクリアにしてやった方が早いと思う。周りもそうですよね。ただね、こう上がってくる条件がフォームを変えなきゃいけないことなのか、それとも今のフォームで打てるようになれば上に上がれるのか、ちょっともどかしいところですけれども、どういうふうに変えればいいの。そうなんです。俺想像がつかないんだよ。森下がレベルに振ってる、うん、想像がつかない、うん、いやだから次上に上がってきた時に本当にフォームが変わって森下選手になるのか、それとも今のままのフォームで、ね、率が上がってくるのか。いやそれは阪神もね、阪神の人たちも縦振りは理解していて、うん、それで森下にレベルの方が絶対合うとか、うんうん、アッパじゃない方がいいって言ってるんだったら申し訳ないけどね。はい、そう、まあそうですね、うん、だけど森下も変えるつもりがないでしょっていう、なんかね、そんな気はします。だからその中でやっぱ見つけてやる方がいいのかなっていうような気はするけどね、うん、そうですよね、まあ、2年目の森下選手やっぱりね、去年の活躍もそうですし、阪神には欠かせない、ね、バッター、また元気に活躍している一軍でね走り回ってる姿見たいですよね。はい、はい、